今からお話しすることは、ここにあるユーラシア大陸の中央にある場所、かっこ中央ユーラシアの昔の物語です。昔々、人々は動物や植物を取って暮らしていました。かっこ狩猟採集。それから時が経ち、狩猟採集をしていた人たちの中には、動物や植物を育てて暮らすようになりました。かっこ農耕牧畜。それから時が経ち、農耕牧畜をしている人たちの中には、動物の餌である草がたくさん生えているこの辺り、かっこ草原の道を移動しながら暮らすようになりました。かっこ遊牧民。それから時が経ち、この辺りにいたスキタイという遊牧民は、ハミという馬をコントロールする道具を使って、馬に乗るようになりました。かっこ騎馬遊牧民。そんなスキタイは東の方にも影響を与えました。それからしばらくすると、東の方では郷土や月子や東湖という騎馬遊牧民が現れました。そんなある日、郷土のリーダーかっこ善羽に朴突という人物がなりました。朴突善羽は強かったのです。東湖を滅ぼし月子を西の方に追いやったのです。そしてここにある千匹山に逃れた東湖は千匹と呼ばれるようになり、月子は大月子と呼ばれるようになりました。それから朴突善羽はここにある漢という、漢民族という人たちの国をやっつけました。そして朴突善羽は漢に言いました。毎年たくさんのものをよこすんだ。それからしばらくすると、漢では武帝という人物がリーダー括弧皇帝になりました。武帝は思います。共同税なぁ。そんな武帝にある噂が流れてきたのです。郷土のことを恨んでいる大月氏は西の方にいるらしいぜ。そこで武帝は長剣という人物を西の方に向かわせました。大月氏にたどり着いた長剣は言いました。一緒に郷土をやっつけろよ。しかし大月氏は断ります。国が栄えている今はもう郷土のことを恨んでないよ。漢に帰ってきた長剣は武帝に言いました。大月氏と手を組むことはできませんでした。しかし西の方には早く走れる優れた馬がいました。武帝は自分たちだけで郷土と戦い郷土を弱らせました。それから武帝は思います。優れた馬が欲しいな。そこで武帝はここにある祁連山脈という山が連なっている地域括弧山脈と、ここにあるゴビ砂漠という砂が多い地域括弧砂漠に、挟まれた細長い地域括弧火星回廊と、ここにある天山山脈とここにある崑崙山脈と、ここにあるパミール高原という周りより高くなっている地域括弧高原に、囲まれているタリム盆地という周りより低くなっている地域括弧盆地を、支配したのです。そんなタリム盆地では雨雲が山を越えられないので、雨が降らずに砂漠になっていました括弧タクラマカン砂漠。しかし雨雲は山の頂上で雨を降らすので、雨水が山の下を通ってタクラマカン砂漠の下に流れ込みます。その水が地上に出てくる場所括弧オアシスに、人々は集まって暮らしていたのです括弧オアシス都市。そんなオアシス都市を通って、漢は西の方と物の交換括弧交易を行うようになりました。括弧オアシスの道、オアシスの道は砂漠が多いので、数日間水を飲まずに過ごすことができる動物括弧ラクダを使って、物が奪われないように集団で移動したのです括弧対象交易。漢はオアシスの道や草原の道を通して、蚕という昆虫が作る繭から取った繊維、括弧絹、シルクを中心に西の方にもたらしたので、オアシスの道と草原の道はシルクロードとも呼ばれました。そんなシルクロードはこの辺りにあるローマ帝国という国の中心地ローマにまで届くようになるのです。紀元前60年頃になると、郷土は内部で争いが起きて東西に分裂しました。括弧東郷土括弧西郷土。東郷土は漢の手下になり西郷土を滅ぼしたのです。それからしばらくすると、東郷土は内部で争いが起きて南北に分裂しました。括弧南郷土括弧北郷土。南郷土は漢の手下になり北郷土を滅ぼしたのです。北郷土の一部は西の方に逃れました。すると戦費が力をつけてたくさんの地域を支配したのです。それからしばらくすると、この辺りには秦という漢民族の国ができていました。そんな秦では皇帝が亡くなると皇帝の一族たちが争ったのです。括弧八王の乱。皇帝の一族は南郷土や戦費など、漢民族とは違う人たち括弧異民族の力を借りました。すると秦の上の方では、南郷土や戦費などの5つの異民族括弧五個によって、16つ以上の国ができるようになったのです括弧五個16国。
一方その頃、西の方では北郷土は粉塵と呼ばれるようになっていました。粉塵は思います。最近寒くなってきたからもっと暖かい場所に移動してーな。そんな粉塵が西の方に移動したことで、この辺りにいたゲルマン人という人たちも移動しました。かっこゲルマン人の大移動。するとローマ帝国は、ゲルマン人が侵入してきたことで混乱したのです。